星通る明治34年6月21日は、日本の政治家、弁護士、元衆議院議員、江戸築地の小田原町、酒宮の子に生まれ、維新後に横浜税官庁となり、後に都営して弁護士資格を取得した。日本でも大言人、弁護士となる。明治15年自由党に入り、自由新聞により政府批判を行って、論客となったが、その間に、 管理部属罪で2回入国した。1887年には、在野格党の大道団結運動を推進した。明治25年、第2回総選挙に当選して、衆議院議長となった。1893年に、後藤翔二郎と共に、取引所設置をめぐる、議獄事件に連座して除名されたが、議長解任決議を数度にわたって無視し、党員したことで有名になった。 日清戦争後、韓国の法律顧問に就任し、1896年には中米講師に就任。1898年に憲政党内閣が誕生すると帰国して、憲政党を分裂させ、1900年に伊藤博文と共に立憲政友会を決闘した。同年の第四次伊藤内閣で定心省として入閣したが、 東京市議国事件の中心人物と見られ辞職した。明治34年、伊庭総太郎に刺殺された。江戸の左官や津倉や徳兵衛の子として生まれる。父は金遣いが荒く倒産し行方不明となり、母松子が上結や下女暴行に出た。それから、裏側の石星大順と結婚し、星星を名乗った。大淳は当初医者家業だけでは食べていけず、 引き続き松子は、結唯などをして、生計を立てた。一家は、江戸、相模を転々とし、横浜に移った。当初は医学を志していた。しかし、英学に転校し、横浜の高島学校やヘボン塾の下で英学を学んだ。後に、江戸幕府御家人、小泉家の養子になり、武士となった。英語教師としても身を立てる。明治維新の後には、 むつむねみつの推挙で、県の二等役官として、月給100円で雇われる。両親を引き取り、所生も受けるようになった。大蔵省蘇税ゴンスケ、明治2年には横浜税官庁となる。しかし、英国のクイーンを女王と訳したことで、女皇と訳すべしとするイギリス公使、パークスの抗議を受けた。これに対し、自説を主張し一歩も譲らず、いわゆる、 女王事件を引き起こしたため、隕石辞任した。辞任後、法律研究のため、イギリスに渡り、日本人初の法廷弁護士資格を取得した。帰国した後は、国内で司法省付属代言人の第一号となって、活躍した。1884年9月22日、前日の演説のために、管理部署罪で、新潟で逮捕され、12月18日、 新潟経済裁判所は10禁錮6ヶ月、罰金40円と判決した。1886年10月24日、星、中江町民らが、北起人となり東京で、旧自由党員を中心に、全国有志懇親会を開き、星らは勝利を捨てて、大同団結すべしと主張した。反発政治を批判し、明治20年の三大事件憲白運動に参加した。そして、 そのことがきっかけで、保安条例で東京を追われ、出版条例違反で投獄される。釈放後の明治21年に日本を立ち、米国とカナダに約1年間滞在した。その後、英国そしてドイツのベルリンに滞在し、明治23年に帰国した。同年に結成した立憲自由党に参加。明治25年には、 自らの衆議院議長就任を公約として、第2回衆議院議員総選挙に、栃木第1区から出馬し、当選を果たした。そして、公約通り2代目議長に選ばれる。明治26年11月29日に、相馬事件の収賄疑惑によって、議長不信任案が可決される。星は、議長辞職を拒否したため、12月1日議長。 不信任上層案が可決され、12月2日、天皇は上層は、議長公鉄の正願か、議員の不明を謝するの以下と質問し、衆議院は、後者の意という法等案を可決し、12月5日、衆議院は保守に対して1週間の出席停止の、懲罰を決議し、12月13日、除名決議。しかし、次回選挙で当選し、政界に復帰する。 1894年、官約移民の廃止にあたっては私役移民体制の設置を日本政府に働きかけ、民間移民会社の認可を取り付けた。以後は、日本の民間会社を通した圧旋が行われるようになった。当時は、海外移民と国内との送金業務は、横浜賞金銀行が独占していたが、星通るは五大移民会社のうち主な数社の事業に関与していた。 当時ホノルルで稼働していた鉄道を国内へも導入しようとした井上慶次郎の活動にも尽力した。反発政治に対する批判者であったが、批判罰のムツムネミツからは可愛がられていたため、朝鮮政府の法務顧問や中米講使を務める。第一次、大隈内閣では外務大臣として入閣する予定であったが、首相の大隈重信がこれを拒否したために、 それが県政党分裂の原因となった。第四次、伊藤内閣において、低信大臣などを務め、明治33年発足の立憲政友会にも参加したことで、伊藤博文からも信頼を受けるようになる。そのたくましい政治手腕から、押し通ると、あだなされたくらいだった。星は、積極財政を進めて地域への利益誘導を図り、支持獲得を目指す。 積極主義という政治手法を取った。また、収賄などの噂も耐えなかった。そのため、日本の政党政治と利益誘導の構造を、すなわち金券型政党政治を築いたとされる。1900年11月15日、東京市会汚職事件に関し、資産次会委員母指定省らが告発され、12月20日制は辞表提出した。十二月十二日公認は、 原高氏が任命された。日本里面紙より見れば、三玉の村の常右衛門、森久保作造など、大阪事件以降の自由党右派の創始たちを正解に引き入れていることから、たとえ星自身が金銭的に潔白であるとしても、東京市政の義国の数々には、星の攻めも大きいと言われる。東京市会議長であった、明治34年6月21日午後3時過ぎ、 伊庭総太郎により、東京市長三次会議事室内で、秘密回収両護市長、助役三次会議員たちと懇談中、視察された。万五十一歳没。なお、所蔵していた蔵書は星光及び遺族より、大正2年に慶応義塾大学に寄贈され、星文庫として保管されている。星透樹都光鶴松、小林聖一郎、大塚つ次郎、横田千之助、 渡辺徹、磯部康二、林健吉郎、国母騎士ヒューガテルタケ、井上啓二郎、渡辺勘十郎、菅原伝などがいる。星は海外経験を積ませて、党の原動力とする狙いから渡米者の一部を支援し、帰国後には自由クラブ員を政党機関支士,士などの養殖や移民事業などに徴用した。彼らは星派の中核を担う人材となり、 自由クラブ員も多くが、星派に連なり、創始の政治上昇の契機となった。ありがとうございます。